この配信は X3 ウエスト全13チームの合同企画によって実現されております。この企画にご賛同いただけました方々のお名前を現在画面上に表記させていただいております。ご協力ご賛同ありがとうございます。この企画は現在も継続しております。この配信の中の概要欄にあります URL の中にその申し込みシートがありますので、ぜひ皆様ふるってそのご企画にご賛同いただければ嬉しく思います。その配信を司らせていただいていますのは私道楽屋理社です。ボランティアでやっておりますので拙い部分は多々ありますが、そのご期待に応えられるよう頑張らせていただきたいと思います。2022X3 ウエスト第1節開幕戦になります。この一戦非常に拮抗した状況で第4クォーターに入りました。得点としては今現在不利にあります三重ファイヤーバードの攻撃で試合再開です。三重相手陣28ヤードからのファーストダウン点。さあここでまずランプレーを入れます。三重ファイヤーバードランニングバック25番鈴木選手、ボールを持ちまして中央をつきまして約4ヤード、原因は2ヤード、三重ファイヤーバードの原因です。ファーストダウン獲得までは残り5ヤード。キャリア25番は鈴木、富山大学出身。三重サーダウン5の状況に挑みます。ボールオン相手陣26ヤード、パス不成功、パスインコンプリート、パスは不成功。ここでパスプレーを挟んできた三重ファイヤーバード、しかしこのパスはトライサーズ34番伊橋が見事にパスカットし、パス不成功に終えています。ダウン1つ喪失しフォースダウンと変わります。ディフェンスにて奮闘しております伊橋はチームの代表キャプテン、代表監督を務めております兼任プレイヤーです。34番伊橋、スマ友ヶ丘高校出身のプレイヤー。さあフォースダウンをギャンブルしました。三重ナイスダウン、ファーストダウン、ギャンブル成功。三重ここでランプレーによって攻撃権更新を出しました。新たな攻撃権4回を獲得しました。ランニングバック25番相手ディフェンスを飛び越え一気に攻撃権更新しまして、ファーストダウンとしています。三重ここを勝機と見るか、ここを転機と見るか、あえて攻撃を継続しその攻撃と可能性をつなぎました。相手陣18ヤードからファーストダウン点。パス不成功、ナイスです。パスインコンプリート、パスは不成功。ここで一気にエンドゾーンを落とすかのようなパスを投じました。三重ファイヤーバードクォーターバック9番、しかしこれをトライサーズ22番が見事にパスカット、このパスを防ぎました。パス不成功でセカンドダウンに変わります。三重ファイヤーバードセカンドダウン、パス封じました。トライサーズ22番は滝本、神戸大学出身。アメリカンフットボールはパスが失敗しますと時間が止まります。試合終了まで残り8分37秒。三重セカンドダウン点。さあここで中央へダウンプレー。三重ファイヤーバードランニングバック16番キャリア16番信弘選手、中央へ中央とパシ約5ヤードの原因となっています。原因は5ヤード。キャリア16番は下手、鳥取大学出身。三重ファイヤーバードサードダウン。さあ三重相手陣14ヤードの位置からのサードダウン5、攻撃権更新の5ヤード、そしてエンドゾーンまでの14ヤード、果たして取ることができるでしょうか。これをトライサーズ取れ。三重ファイヤーバードランニングバック25番、三重25番に託し右オフタックルをつきましたが、これをトライサーズ止めました。ノーゲインでフォースダウンに変わります。トライサーズの厚いディフェンスに阻まれ、ほとんどゲインはありません。ノーゲイン、ダウンが進みフォースダウン。
ファーストダウン獲得までは残り14ヤードから4-3-5。最後の攻撃権を果たしてどのように選択しますか。タッチダウンまでは残り13ヤード。プレーを選択します。さあここでホイッスルだ。チームタイムアウト、三重ファイアーバード3回目になります。三重ここで後半最後のタイムアウトを使います。3回目のタイムアウト、ファイアーバードこの試合最後のタイムアウトを使いました。作戦を練り直します。三重ファイアーバードフォースダウンの攻撃、ファーストダウン獲得までは残り5ヤード、タッチダウンまでは残り13ヤード、その差3点です。両チームとも後半早い段階から非常に勝負を仕掛け、タイムアウトをかなり使っていました。共に残り1回という状況でしたが、残り時間7分17秒で三重あえて最後のタイムアウトを使い、ここを勝負としました。トライサーズ、このフォースダウンの5の状況を果たしてしのげるでしょうか。三重はこの最後にかけました、このチャン最後と見たこのチャンスを生かすことができるでしょうか。さあタイムアウトを解きます。ボールオン相手陣14ヤード、タイムアウト解きまして三重ファイアーバードフォースダウン、プレーを選択します。5ヤード取れるか。このランを止めました。トライサーズ。ファイアーバードフォースダウンの攻撃、リバースプレー。とっておきであったなのリバースプレーを展開しました。あえてランナーと違う方向に出しまして、その選手に逆サイドを突くというカウンタープレーです。これを託されたワイドレシーバー80番桐山、相手ディフェンスをまくり突破しようとしました。しかしこれをトライスターズ見事に抑え、フォースダウン失敗、ギャンブル失敗により攻守交代となりまして、トライスターズの攻撃に変わります。トライスターズ自陣13ヤード付近よりファーストダウン10。さあトライスターズ自陣14ヤードからファーストダウン10。クォーターバック19番、ここでオプションプレーから自らキープ、ディフェンスの隙間を縫うように右オープンを展開し、約8ヤードの原因としています。自らボールを持ち中央付近から右サイドへ展開、原因は8ヤード。19番は久保田、京都大学出身44歳のルーキープレイヤーです。トライスターズセカンドダウン。トライスターズセカンドダウン2、ボールオンは自陣21ヤード。クォーターバック19番、ワイドレシープレイアクションからワイドレシーバー2番へのヒッチパス、2番これをキャッチアウトし、ファーストダウン獲得です。攻撃権4回終えました。攻撃権は鮮やかにパスを決めました。クォーターバック19番は久保田、これを取りました。ワイドレシーバー2番は大畑、24ヤード付近よりファーストダウン10。大畑は大阪産業大学出身のプレイヤーです。トライサーズファーストダウン10、ボールオンは自陣24ヤード。これは三重ナイスディフェンス。ここでトライサーズ21番に中央付近を突きましたが、ここは三重ファイアーバード56番、三重56番が見事にチャージし、タックルノーゲインとしています。ゲインを与えません。鮮やかなタックル決めました。56番は山原、南山大学出身。トライサーズセカンドダウン10、ボールオン自陣24ヤード。これも三重ナイスディフェンス。
今度はオプションプレーで左オープンを突こうとしました。しかしこれを三重32番が見事に当てさし、原因はほとんど許していません。むしろ1ヤードロスしています。久保明弘選手がタックルしています。ウォーターブレイクをしてください。ここでウォーターブレイクが入ります。お願いします。ここで第4クォーターのウォーターブレイクです。両チームの選手は給水をしてください。ご来場のお客様にも熱中症には十分にご注意くださいますようよろしくお願いいたします。水分補給等をまめに行ってください。ここへ来て双方ともやはりディフェンスの奮闘が光ります。終始このディフェンス陣の圧力によってミスが発生するという状況に陥っています。この試合は X3 ウエスト全13チームの合同企画によって実現しております。画面上に映し出されている多くの方々のお名前がこの企画にご賛同いただいた方々です。ご賛同ご協力ありがとうございます。この企画は現在も継続しています。今回の配信しております動画の概要欄にその申し込み URL を掲載しておりますので、ご意思ある方はぜひご協力ご賛同お願いしたいと思います。さあ試合は今現在3点差ワンフィールドゴール差の状態で第4クォーター残り5分の状況でトライスターズの攻撃に入ります。トライスターズサードダウン11の状況、ボールオン自陣25ヤードの地点というところで試合再開です。さあ右オープンを突くランプレーでしたが、これはトライスターズランニングバック21番木田選手ピッチを受けまして右オープンへ展開しましたが、ここは三重ファイヤーバードディフェンスの集まりが早く1ヤードほどロスさせています。後ろに下げています。ダウンは進みましてフォースダウン。トライスターズフォースダウン12でフォーメーション変えましてパントフォーメーションとします。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。ここでファールマーカー交代違反の反則です。12人ハドルオフェンスの反則です。交代違反フィールド上に12人いました。人数の交代違反によりましてトライスターズ5ヤード抜退となります。アメリカンフットボールのフィールド内は11人以下でなければいけません。12人いました。トライスターズに反則となります。フィールド内に選手が12人いたという反則です。5ヤードのペナルティ、5ヤード下がってフォースダウンのやり直しです。トライスターズフォースダウン17、ボールオンは自陣17ヤード。さあ三重リターンに入る81番のフル、結果的に相手陣が入ったところでボールデッドとなりまして、相手陣からの攻撃となります。パント攻撃で攻撃権を放棄。このパントされたボール三重ファイヤーバードリターナー81番、試合時間の残りは3分44秒となりました。この状況で三重攻撃権は三重ファイヤーバードに移ります。三重ファイヤーバード敵陣43ヤードからのファーストダウンテン。試合時間は残り3分44秒、三重のタイムアウトは もう残っていません。パス不成功、パスインコンプリート、まずあえてパスプレーから入りました。三重のクォーターバック9番ターゲット87へのパスでしたが、このパスは不成功です。しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。パスインターフェアディフェンス
ディフェンスの反則です。パスインターフェア、パスが浮いている間に相手レシーバーに接触した反則です。この反則は重大な反則として取れます。反則発生線からまでの10ヤード、反則発生線までの罰則となり、自動的にファーストダウンとなります。レシーバーに対しボールをキャッチする前に接触をしたという反則です。反則地点からファーストダウンの攻撃となります。再び1回目の攻撃に入ります。ボールオンは相手陣37ヤードの地点からのファーストダウン点。さあ、そしてランプレーから入ります。好調なテレバク陣の1人、25番の鈴木に託しました。このランに、この答えに鈴木答えまして、約4ヤードのゲイン、中央プレーゲインは約5ヤード、失礼しました、4ヤード。鈴木は富山大学出身のプレーヤー。三重セカンダウン6、ボールオンは相手陣33ヤード。さあ、今度はクォーターバック自らがトップ上がります。クォーターバック9番、フルバックをリードブロック管してそこへ突っ込みまして約3ヤードのゲイン。クォーターバック9番日光選手自らボールを持ち中央付近を突きました。キャリア9番は日光、北海道工業大学出身。ミエファイアバード3ダウン、ファーストダウンからのところでは残り3ヤード。ナイスラン、ファースト、三重ファイヤーバード、ここでテレバックの1人、25番の鈴木に託しまして、攻撃権更新としました。鈴木選手の中央プレー、ファーストダウン獲得です。新たな攻撃権4回を得ました。試合終了までは残り2分15秒。さあ、三重相手陣4ヤードの地点からのファーストダウン点。パス成功、ファーストダウン。ここでクォーターバック9番ミドルゾーンへパス、これをワイドレシーバー80番競り合いながらキャッチし攻撃権更新です。ファーストダウン、ファーストダウンを獲得しています。さあ、残り2分を切りまして三重ファーストダウン2ゴールに入ります。そしてここでボールを叩きつけパス失敗とします。スパイク、ミエファイアバード、パス失敗はボール、時計を止めることができるプレーです。これをわざと叩きつけたフラをプレーをスパイクと言います。これにより時計は止まります。試合時間残り1分54秒。ミエ相手陣8ヤードからセカンドダウン2ゴール。残り1分54秒でこの8ヤードに挑みます。ここでトライサーズナイスです。ミエファイアバード中央プレー、キャリア25番にタクシー中央突破を図りましたが、しかしトライサーズ集まりは1ヤードロストしました。そして中で倒れているため時計は回り続けます。ダウンは進みましてサードダウン、ミエにタイムアウトは残っていません。時計回り続けますがこのままサードダウンに入ります。サードダウン2ゴール、残り8ヤード。試合時間まもなく残り1分20秒を切ります。さあ、再びランプレー、どうだ、さあどうだ、タッチダウン。三重ここでランプレーできた。ファイアーバードタッチダウン、6点を追加。あえてここで自らが最大級の武器としていたテールバックに託しました。そしてそれに応えましたランニングワーク25番、相手タックル浴びながらそれをすり抜け、エンドゾーンに飛び込んだタッチダウン。三重ファイアーバード6点獲得。ただいまフィールド内は審判団によりますレフリータイムアウト中です。しばらくお待ちください。このプレーで三重の選手が1人負傷しましたが、しかしそれに値する見事なワンプレーがここで決まりました。そして三重トライ4ポイント、タッチダウンの後のワンプレーに挑みます。ファイアバードトライ4ポイント、キックによる1点を狙います。キッカー25番の鈴木、
キック成功。キック成功。先ほどのタッチの差で合計7点を追加。ミエファイアーバード、ここへ来て再逆転としました。1分11秒前に逆転に成功。そして得点は先ほどのトライフォーポイントで4点差となります。トライサーズ、これを覆すのはタッチダウンしかないという状況に追い込まれました。この配信は X3 ウエスト全13チームの合同企画によって実現しております。画面上に映っております方々はその企画にご協賛いただきました方々です。ご協賛ありがとうございます。そのご期待に応えられる配信、そしてその熱戦をお伝えしたいと思います。さあ 2022X3 ディビジョン3ウエストの開幕戦は非常に白熱した一戦となりました。現在の状況は三重ファイヤーバード11点、トライスターズ7点、三重が先ほど土壇場での逆転を決めるというタッチダウンを挙げました。しかし試合時間残り1分11秒、まだ試合が終わっておりません。トライスターズ、このチャンスを、最後のチャンスを生かすことができるでしょうか。そのキックオフがまもなく行われます。三重ファイヤーバードキックオフで試合が再開します。さあトライスターズリターン。まだ止まらない、見事なリターンです。ミネファイヤーバードのキックオフで試合再開。このキックオフのトライスターズ27番リターンのサガワユータ選手、約30ヤードのリターン。攻撃権はトライスターズ。素晴らしいリターンを見せましたが、トライスターズの27番49ヤード付近よりファーストダウン10。試合終了まで残り1分2秒。そしてトライスターズの攻撃に入ります。トライスターズ自陣49ヤードからファーストダウン10。試合時間残り1分2秒、タイムアウト残り1回。パスは不成功、パスインコンプリート。パスは不成功、パスが失敗しますと時間が止まります。試合終了まで残り57秒。ダウン1つ喪失して喪失でセカンドダウンに変わります。試合時間は時計はパス失敗で止まりまして、残り時間57秒。トライスターズ自陣49ヤードからセカンドダウン10。攻撃点自陣は10ヤード、エンドランまで51ヤード、セカンドダウン10。ここでコーナーバックを返してのプレッシャーを三重届きました。久保選手キュービーサック、三重32番久保選手のキュービーサックにより約4ヤードロスです。ここでホイッスル、チームタイムアウト、トライスターズ後半3回目。トライスターズここで最後のタイムアウトを使います。ここでトライスターズ後半最後のタイムアウトを使い時間を止めます。双方ともにタイムアウトはこれでなくなりました。45秒、ともに時計を止める手段はもう残っておりません。試合時間残り45秒。さあ最後のタイムアウトが解けます。試合時間残り45秒で試合再開となります。トライスターズ自陣45ヤードから3ダウン14。パス不成功、パスインコンプリート。ここでコーナーバック19番一気の更新を狙うロングパスを取りました。ターゲットは11番、しかしこれはダブルカバーされてパス不成功となりました。ダウン進みフォースダウンに入ります。トライスターズフォースダウン14、ボールオン自陣45ヤードの厳しい状況のフォースダウンギャンブルに入ります。トライスターズフォースダウン、
インターセプト。パスインターセプト。ここで取られたパスを取ったのはしかし三重の25番インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバートライサーズあえてここでパスを投じそれによって突破を図ろうとしましたがしかし状況厳しくこの攻撃権更新ありませんでした。両チームともなしでお願いいたします。そして攻撃は三重に移ります。三重ファーストダウン102ダウン、あえて膝をつき時計を回します。2ダウン、時間を進めます。双方ともに時計を止める手段はもう残っておりません。サッシー様コメントありがとうございます。三重何年かぶりのタッチダウンだったんですね。感慨深いものもあるかもしれません。そしてそのタッチダウンによって勝利を呼び込めた、これも非常に大きなことかと思います。ここで試合時間がなくなりました。ここで試合終了です。試合終了となりまして日本社会伝アメリカフットボール協会対 X リーグ2022の勝利となりました。第1節トライスターズ対三重ファイヤーバードの試合はご覧いただきましたように11対7で三重ファイヤーバードが勝利いたしました。ご来場の皆様、激戦を戦い抜いた両チームの選手にもう一度温かい拍手を送ってください。でした本日は応援どうもありがとうございました。あと応援よろしくお願いします。またお二人の皆様のご覧させていただきますようお願いします。よろしくお願いします。トライサーズ非常にいい戦いでした。惜しくも敗れましたが次につながる見事な戦いだったと思います。そして勝利しました三重ファイヤーワード。見事に接戦後地上戦粘りながらディフェンス陣の奮闘により勝利を呼び込みました。共にディフェンス陣の奮闘によってお互いのミスを誘発する非常に締まったそして読めない展開の試合になりました。開幕戦にふさわしい熱戦だったと思います。両チームにエールを送りたいと思います。よろしくお願いいたします。本日は遅くまでご観戦いただきまして誠にありがとうございました。この配信は XE ウエスト13チームの合同企画によって実現しております。画面上にあります方々はこの企画にご賛同いただけた方々です。ご協力ご賛同ありがとうございます。この企画は現在も継続しております。今後も活動継続のためにこちらの動画にあります概要欄の URL をクリックしていただきましてぜひご協力ご参加をお願いしたいと思います。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは武道家が心優しい巨漢と目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。心の足を案じたのが主人公の姉であり彼らの理解者でした。彼らの奮闘ぶりにかつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり家業のため一旦は離れた仲間が戻り脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していくそんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にやってこの競技に挑みその力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技で全力に打ち込み行き着いた果てに次の舞台と挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れあの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ今を紡いでいるこの歴史物語を
かつて私も憧れながらついに挑むことができなかったこの世界の物語をこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみにしつつ、今はここで一旦配信を終わらせていただきます。皆様長時間のご視聴ありがとうございました。この配信は NFA 日本社会人協会の許可のもと X3 ウエスト13チームの合同企画によって実現しております。その配信を司らせていただきましたのは私道楽やり者でした。それでは失礼いたします。